上空曇り空の中、まもなくゲームがスタートします。甲子園球場からお伝えしてまいります。阪神タイガース対広島東洋カープの一戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか。さあ、そして打席には北条が入っています。まあいいところでチャンスに強いバッターに回りましたね。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ今度はしっかりつないで勝ち越しておきたいですね。なるほど、そうです。いい当たり、ワンバウンドヒットになりました。勝ち越しのランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン。中継にボールが送られる。タイガース勝ち越しました。3対2。さらにチャンスは続きます。タイガースが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。里崎さん、まさに力投というピッチングでしたね。いかがでしたか。まあ本当に粘り強く投げたなって感じですよね。素晴らしいピッチングでした。見事粘りの投球見せてくれました。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のカープですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。